見たか、連中のあの驚きを。はい、まさか連中も我々がギザロフにスカウトされているとは思わなかったでしょう。これを機にもっといい条件を出させてやる。おお、セレナ将軍、いいところへ来たな。あのバカどもの追撃はどうなっておるか。いえ、まだ。まだ出撃しておらんかったのか、このバカ者が。しかし、提督が行方知れずとなるなど思いのほか。部屋図口など聞きたくない。さっさと出撃するのだ。いいな。これ以上引き延ばすことはできないか。提督、あなたは一体どこへ。どうしたんだ、こんなところで兵を止めさせて。敵はまだ先ではないか。いいえ、あなたの隊はここで一時待機していただきたい。城を立つ前に放った石膏が何らかの情報を持ってやってくるでしょう。私の読みが正しければ。おそらく。ただいま戻りました。ご苦労。それでどうでした。はい、ウィラー提督のおっしゃる通り、側面からも敵の部隊が迫っております。このままでは攻撃される恐れがございます。ということです。よろしくお願いしますよ。ウィラー提督か、なかなかの男だな。よし、あと少しで目的地に着くぞ。ランフォード様、前方に敵兵が待ち伏せております。あれはクルーガー将軍です。この不利な地形をあえて進んでくると読んでいたのか。まるでギザロフ側にもあの男がいるようだな。だがここまで来た以上やるしかない。クルーガーを倒し、連中の本体を攻撃する。よし、まずはランフォードを行くぞ。おお、
隊配置についたか。準備よし。いつでも戦えます。あとは彼らが現れるのを待つだけですね。いくらお父様の命令でも彼らと戦わなくてはならないなんて。姫、こんな時提督だったらどうしたでしょう。仕方ありません。私たちは自分のできることをしましょう。現れたか。なんだこりゃ。おお、シェルファーにいる姫。私を心配していただけたのですね。姫自らお迎えに来ていただけるとは。このリッキー、なんたる幸せ。それにしちゃなんだか物騒な感じがするけどね。そうだな、どことなく妙な雰囲気だ。おい、これはどういうことだ。カコン思想の名によりあなた方を成敗します。我々を成敗する。どういう理由かわからねえが戦うしかないぜ。こりゃ仕方ない。とりあえず追い込んでから理由を聞き出そう。カコン思想、本気で我々を潰す気のようだ。砦を攻めさせておいてこういうことをするとはな、あまりにも卑劣すぎる。同盟に反対した腹いせだな。器量の小さい男だぜ。まったくよ。あの王のために愛しのシェルファニール姫と戦うことになろうとは。それはお父様の言いつけだから。王の命令を守らなくては軍の規律が乱れてしまいますわ。誰かがやらなければならないことなのです。すぐにこの場を離れなさい、アンジェリナ。今ならば見逃しましょう。姉さん、仕方ありませんわね、アンジェリナ。あなたを敵として攻撃します。そんな。心苦しいが仕方ありません。全力でいきますよ。やるしかないの。戦うしかないのね。いくらお父様の命令とはいえ間違っている者には従えないもん。私は彼らの味方につくわ。お願いだから剣を引いて。姫の頼みでもそれだけはできません。じゃあ戦うしかないのね。姫がどこまで腕を上げたか見せていただきます。お願いだから剣を引いて。姫の頼みでもそれだけはできません。戦うしかないのね。姫がどこまで腕を上げたか見せていただきます。
私が何とかしてみせますわ。軍人である私が姫に遅れを取るわけにはいきません。無理をして命を落としたらどうなさるのですか。もっとご自身を大切になさってください。お気遣いありがとうございます。私がお相手します。かかっていらっしゃい。もうやめるんだ。これ以上戦うのは無駄だ。私もそう思うのですが、王の命令なのでそうもいきませんの。ならばあのような王の命令など無視すればよいではありませんか。私はお父様を見捨てることはできません。だからこうして戦っているのです。だが俺たちだってそんな理不尽な理由でやられるつもりはない。こうなったらやるしかない。やっと終わったな。しかしカトンシス王が我々に攻撃を仕掛けるように命令したのか。ごめんなさい。お父様が反対されるとすぐに頭に血が昇るの。だから逆らうやつを殺せって。でもいくらお父様が王でもやっていいことと悪いことがあるわ。多少のわがままなら聞いてやってもいい。だけどまさかあなたたちを殺せなんて、そんな命令は聞けないもの。だから城を抜け出したの。あなたたちを助けるため。ありがとう。安全だ。こうなると姉上のことが心配だ。あの王のことです。無事でいればよいのだが。そうだな。急いでレイチェルを取り戻しに行こう。ところでそのレイチェルってのは誰だ。ああ、レイチェルは俺の妹なんだ。妹ね。あんたにはよっぽど大切な存在なのね。
人間って難しいんだね。とにかく草履。ちょっと、その言い方聞き捨てならないね。嫌になったんならボーテルのところへ戻るんだな。俺は一向に構わないぜ。とにかく先を急ごう。ごめんよ、あたいらには身内とかそういった意識が薄くてさ。もっと人間を勉強するよ。確かに種族が違えば価値観が違うのも当たり前だな。人間のことでわからないことがあったら遠慮なく聞いてくれ。ありがとう。やっぱりあんたって優しいんだね。とにかく先を急ごう。実は我が国はギザラフ殿の味方をすることに決めた。あの王子はケチでいかん。そうですか。こちらとしてもその申し出はありがたい。そこで約束の領地の件だが、確か倍の領地をいただけるとか。ええ、それはもういい感触を得てますから。そうかそうか。ではギザラフ殿によろしく伝えてくれ。それでは私はこれ。どうだブルーノ、これで我が国は安泰だ。お見事です、カコンシス王。よし、俺たちも国へ戻るか。は。クルーガー将軍、戦況はどうなりました？ランフォード将軍らは退却していったぞ。そうですか、さすがですね。こちらこそ、噂通りの手紙拝見させていただいた。お返しと言ってはなんだが、今度は私の策をご披露しよう。提督は城へ戻り、守りを固めていてくれ。ああ、それは構いませんが。行くぞ、我に続け。はっ。では我々は城まで戻るとしましょうか。ウィラー提督の他にカコン思想王国も取り込んだ。これでフレデリック側はかなりの手駒をなくしたわけだ。さて、一体いつまで持つかな。ギザロフ様、折り入ってお願いがあります。何だ。あなたの持つ賢者の水晶を返していただきたいんです。何だ。水晶を返す。あれは人間界にあってはならないもの。天界で保管しなければならないのです。女、何を言っている。あれは200年前の災いを封じたもの。その後は光の女神の住む天界で保管されてきましたが、力を欲した邪神によりいずこかへ持ち去られ、隠されてしまいました。その後、どのような手段を使ってその存在を知ったのか、今はあなたの手にありますね。私は女神ルシリスの命によりその水晶を回収に来ました。天界から探しに来たというか、面白いことを言うな女よ。だがもしその話が本当だとしても、やっと手に入れた水晶をお前などに渡すと思ったか。やむを得ません。実力行使しかないようですね。
わしに手を挙げるとは命知らずな女よ。負けるわけには。これでも。貴様、相棒。賢者の推奨はこの天才魔軍師アイバー様が確かにいただきましたよ。そんなことになるなんて。はっ、くそ、相棒。